村雲型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選球。分類上は PC 型、交渉線形は30メートル型。1978年より収益を開始し、海上保安庁の高速巡視艇史に名を残したが、2020年1月10日に、朝霧が退役して、運用を終了した。1972年、海上保安庁は、戦後の制約下で建造した。 巡子選定の更新などを検討するため、指揮者を集めて、巡子選定等技術懇談会を開催した。この時、巡子定の高速化が,が話題の一つに上がり、異語数度にわたって検討が試みられたものの、要求を満足する適切な手記がないために、棚上げ状態となっていた。一方、深海洋秩序の確立を目指して1973年に開幕した第三次。 国連海洋法会議を通じて、沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権を認める、排他的経済水域の概念が提唱された。1974年の同会議第2会期において、排他的経済水域概念は会議参加国間で、ほぼコンセンサス形成に成功し、海洋法条約第5部に、排他的経済水域制度に関する規定が設けられるに至った。 日本ではもともと海洋資源活用の観点から、領海は3海里とするよう主張してきたが、この数制を受けて姿勢を転換し、1977年に領海法及び漁業水域に関する暫定措置法を施行。領海が沿岸から12海里に拡張されるとともに、200海里の漁業水域が設定された。これによって海上保安庁の警備すべき面積は、 領海だけでも4倍、漁業水域も含めると50倍に拡大した。また1978年4月には中国漁船による尖閣諸島領海侵犯事件、また竹島周辺海域でも韓国側により日本漁船に対して退去勧告がなされるなどの事件が重なり対応体制の確立が急務とされた。このことから領海警備にあたる高速巡視艇として 整備されたのが本型である。蒸気の経緯より本型は従来の23メートル型 PC よりも大型で、しのげなみ性に優れ、さらに高速力も備えた巡視艇として開発された。単行性確保のため喫水船長は28.5メートルを確保、またしのげなみ性の向上を図るため、船主部還元は喫水船長の10%程度を確保するとともに、 船首も前方に延長したことで、全長は31メートルとなった。また、風圧側面積低減のため、乾板室のローシルエット化に努めた。なお、北方に配備された艇では、流氷対策として、水線付近が強化されている。高速力発揮のため、船形は V 型とし、また船体を含めて、全員アルミニウム合金製として軽量化を図った。 蒸気のように手機が課題であったが、結局、イケガイ鉄鋼が V 型16気筒のマトゥー 16V652 ディーゼルエンジンをライセンス生産することになり、解決された。これにより速力は30ノットを超えたが、外洋域でこの高速力を発揮する際の同様、衝撃は極めて大きく、乗員の疲労軽減が課題となった。手機の合計出力は、 当初は4400馬力であったものが、昭和53年度以降の定では4800馬力に強化されているが、交渉速力に変化はない。電源としては、交流発電機2機を搭載した。なお、乗員の疲労軽減及び作業の効率化のため、機関の制御、管理は操打室で行う方式とされた。両海警備業務が想定されたことから、選手看板に、 木川操作の 13mm 単装機銃を装備するとともに船橋窓に装甲板を被せるようにできるよう考慮された。また当時中型巡視船で用いられていた強力な単章灯も搭載された。本型の運用実績は極めて良好であり、これを踏まえて拡大すれば概洋での運用に十分耐えうる高速巡視船も設計し売る見込みがついた。このことから 1985年に発生した日向灘不審船事件も踏まえて昭和62年度計画より180トン型 PS が整備されていくことになった。また1999年ののと半島沖不審船事件では、は、真ゆが不審船を追跡、捕捉し 12.7mm 基銃による威嚇射撃を実施したものの、 燃料不足のために途中で追尾を断念せざるを得なかった。この反省から概要で高速を維持できる小型巡視船として高速特殊警備船が整備された。巡視艇の船名は随時解明されることがある。ありがとうございます。